どうもアトムです。昨日、6日に、霊流のガチャが来ましたが、昨日あげたのプラス、7日に、ガチャを引いたのを流していきたいと思います。個人的な、僕の意見なんですが、ガチャを引く際に、炊き出しがあるんですが、その炊き出しで1回き、5を当てると、レアを当てると、5のレアを当てると、当たるんじゃないかなっていうのは個人的に思うところがありまして、で今日はもう1回ガチャを引いてみたら、当たってしまったっていうので、動画を上げたんで、参考になるか分かんないんですが、もしよかったら炊き出しで当たった時にガチャを引いてみるといいのが当たるかなって思います。炊き出しが当たってからガチャを引くっていうのは当たらない方も中にはいるかもしれないんで、そちらは絶対とは言えないですが、当たる確率が高くなる、モチベーションが上がってる時に引くのが一番いいのが当たるのかなと思います。はい、ここまでが昨日のガチャです。さあ、ここから今日のガチャに行きたいと思います。今日は、7日ですね。7日のガチャです。黄金龍を引いてみました。はい、炊き出しですね。よいしょ、黄金龍の鞭です。今日7日の炊き出しは黄金龍の鞭が当たりました。当たってないように見えるんですけど、アクブレは当たるんです。アクブレは爪がもう1個当たって30連で2個当たりました。皆さんご視聴ありがとうございました。またのご視聴お願いします。